鈴木田兼助は、戦国時代から江戸時代初期の武将である。通称は、早戸政豊臣秀頼に仕えた。兼助の前身は、後段で知られる岩見茂太郎と言われている。前半生はほとんど不明。妹に、堀田はじめ警室がいる。豊臣氏に主管し、秀吉の馬回り衆として三千国を領したとされる。 慶長16年の近利後不信衆として名が残っている。慶長19年、大阪の陣に参戦。冬の陣においては老人衆を率いて幕老が、縁取でを守備したが、幕老淵の戦いでは首相でありながら、遊女と戯れている間に、取出を徳川方に陥落されたため、味方から代々武者と軽蔑されていた。その理由は、代々は、なり大きく。 こうたぐいのうち、色の置物にてらいども、正月の飾りより外、何のようにも立ち戻さずこう。さてこののごとく、名付け申しというものであった。夏の陣の同名寺の戦いにおいては、渋川色の鎧に、星兜の糸口を締め、十文字の槍を取り、黒毛の馬に黒あを置き、紅れないの尻貝をかけていた。三尺三寸の立ちを帯び、軍勢の戦闘を切って駆けつけた。 10機ばかりの敵を撃ち取ったが、押し寄せる東軍のために、間もなく戦死したとされる。墓は、大阪府羽曳野市本田七丁目に子孫にあたる、浅野家の一族によって建立され、平成8年に羽曳野市の指定有形文化財となっている。豪遊の武将として知られ、金助流柔術や無手流剣術においては、流祖とされている。ありがとうございます。